ショティブです。どうもショティブです。はい、お願いします。お願いします。何でしょうか。今日は、はい、トーヘイズさんとの試合ということで、はい、終わりまして、終わりました。緊急でカメラ回してるんですけど、助っ人を入れてね。はい。あ、そうです。翔平さんがディッカーズの助っ人来ていただきまして、決勝点を打つという。そうっすね、はい、エンタイトルツーベース、エンツ打ちましたよ。ありがとうございます。でですね、翔平さんがちょネタがないということで。ネタないんだよ。はい、今なんか相方さんが、相方がなんか撮影できなくなりそうな感じで、 あの土曜日撮影日なんですけど、はい、仕事が入ったっぽくて、うん、ちょっと10月ぐらいまではあのずっと土曜日は仕事ってことで。結構長いですね。そうなんですよ。だから一人で撮んなきゃいけなくて、はい、一人でできるネタないかなと思って。なるほどなるほど。で連絡してくれたと。そうそうそう、はい。そしたらですね、ちょうど今自分の元に面白いギアが何個かあったんで、ちょ今日こことあとモンタナさんで撮影をするんですけど、はい、ちょ今日はクイズ形式になってます。クイズ、はい、はい、クイズクイズになってます。まあ、とある野球ギアがあるんですけど、はい、まあ持ってきますよ。お願いします、はい、お願いします。そういう感じそういう感じ大丈夫ですか。本当ならこの辺にこうセットしててくれて持ってきますよね、パッと持ってくるんですけど、全然、まだ全然カバンから出してもない。なんすか、なんすか、なんすか、なんすか。いや今日はいい天気っすよ。はい、もう夕方っすけどね。はい、なんすか、はい、それが、こちらになります。あら、なんか見たことあんな。見たことありますか。あった。はい、大井チャンネルやってた。はい、バッテバッテじゃない、守備手、守備手、守備手、正解です。これですね、名前がセブンアメージンググローブっていうんですよ。セブンアメージンググローブ。そうです。やば、はい、アメージングってやっぱアメージング、これいいね、響きいい。そうです。で、このレインボーなんですよ。やば、はい、めちゃくちゃかっこよくないですか、パッケージ。パッケージめっちゃいい、これ、はい、でこれがですね、まあ今出ている守備手の中で自分がこれすごいなと思った、はい、機能が7個入ってるからセブンアメージンググローブなんですよ。7個入ってる、7個の機能を持ってる守備手袋。守備手ってなんかそういう機能いる？そうです、普通そうじゃないですか。まあ、ここになんかパッドがついてるのはわかる。ああ、はい。で、たまにここ薬指とここがないやつもある。はい。それぐらいしか知らんし。なるほどなるほど。ちょっと今日その7個の機能を翔平さんに当ててもらおうかなと。当てるクイズ。はい。うわあ。これ動画では紹介してるんで、はい。はい、見てればわかります。見てればちょっと見てきていいですか？はい、じゃあまず渡します。ちなみに答えは全部書いてあるんで。ああ、はい。現物をどうぞ、はい、こちらです。はい。はい。まあ至って普通の。パッと見は普通じゃないですか。ちょっと視聴者の方も一緒に考えてください。7個の機能です。はい、これで機能が、はい、あるそうですよ。じゃあまずはこう分かるところから言ってってください。分かるところ、まあパッドがある、人差し指パッドがある、パッドがある、はい。で、人差し指の人差し指先、はい、空いてる、はい。で、小指がない、はいはいはい、小指の部分がない。意外と王っていうのがあると思います、その中に。やっぱりえ、なんだあれ、革革質とか、革質、おお、いいとこ言ってますね。革質が天然じゃなくて合成。なるほどなるほど、まあ、その辺があるとじゃあ今翔平さんが言った中で答えを何個か言ってきますね、はい、まず一つ目が、はい、人差し指が切れてる。そうですね、はい、先がね、はい、これどんな理由があるかっていうと、はい、フィット感を上げるためなんですよ。フィット感を上げる、はい、これよく余っちゃう人いるじゃないですか。あ、いる。それをこう下に下げることで、うん、人差し指がこう効きやすくなる。なるほど、はい、これが一つ、これ正解です。はい、で二つ目、パッド、ヘリ革の部分にこう当たって痛い人がいるんですけど、うん、それをパッドで防ぐ、まあ、これは簡単ですね、2つ目。なるほど。で、あと3つ目は小指がない。はい、小指、はい、ないね。これも同じくフィット感。なんか違和感、超違和感。違和感ですよね。違和感ある。こうすると革に当たるんですよ、これ。ああ、だから手袋をしてるんですけど、その素手感覚も保てる。なるほど。これが3つ目。はい、あと4つ目、その革質。革質2種類の革を使ってます。ディアスキン。一つ目はこのゴム。ゴム使ってんのか。まずゴムっていうか、そのグリップ力じゃないですか。あ、これね。こっちはサラサラなんですよ。確かに、はい、なのでこれも中で動きにくい、しっかり止めるっていう機能が入ってます。なるほど、はい、これ今4つ出ました。あと3つあります。ここ、あ、いや、これ入ってないです。入ってないんかい。入ってないんかい。入ってないんかい。あとなんだ。え、止めてみても分かってくると思いますよ。だってここかな、手首のところが、はい、はいはい、薄いっていうんですか。手首のここ、はい、薄いとか。ちょっとはめてみてください。
っと動かしてみてください。そしたら動きやすい。はい、それです。動きやすいす、ね、素材が違うんで、うん、これがしやすい。確かにしやすいですね。キャッチャーとか特にファーストとかもそうですけど、確かに結構素材違うもんね。違います、違います。こっちがこっち、はい、で、これ5個出ました。あと2個、あと2個。何がある？1個は難しいです。縫い付けの場所とか、縫い付け方とか、縫い方。いや、違います。これデザイン、デザインが違う。あ、いいですね、いいとこ行ってます。でもデザインじゃなくて、それ効果あります。効果ある、はい、なんだろう。滑り止め。そう、背面グリップ。背面に、あ、じゃあこう入れた時の上側、はい、そうです。普通はこっちにグリップあるじゃないですか。確かに。こっちにもあるんですよ、外、この、こっち。これね。はい。そういうことか。これはよくあのキャッチングとすると分かります。本当に動かないです。へー、はい、これ6個目。7個目。はい、7個目なんだろうな。正解でした。ねえ、ねえ、ねえ、翔平さんが答えを2個言ってましたね。これ素材が違うって言ったじゃないですか。これはグリップ力、グリップ力で1、2です。あ、そういうこと。はい、そういうこと。でも全部グリップ力じゃないっていうのがポイントですね。なるほど。このそうだね、サラサラもあるんで、ここは薄いんですよ。確かにここはそうなんです。ここは薄い、そうそう、ここは薄いですね。じゃあ実際にグローブをはめてみましょう。マジですか、はい、よし行こう。全然違います。翔平さんさすがっすね。では何すか。ではグラブをはめてみてください。なんか宣伝じゃない、これ宣伝じゃない、これ宣伝じゃないですか。どうですか。あ、なるほどなるほど。背面やばくないなんか吸い付いてる感じする、はいはいはい、ペタって。で、小指は皮じゃないですか、しっかり。確かに。これどうですか、守備手でこんな機能がある。いや、これはびっくり。守備手でこんなに機能があるの見たことあります？ないね。ないっすよね。いや、守備手の意味って俺あんま分かんなくて、はいはい、ずっとバッテとかでやってたんですけど、はい、これはちょっと意味あるわ。これすごいっすよね。マジか。マジで。で、手首も動きやすい。確かに動きやすい、動きやすい、はい、動きやすい、いいね。こういうのが最近あるっていうのが、まあ、クイズですね。皆さんもこれお店で、まあ、あの試着する場合は店員さんに一言言って、この7個の機能っていうのをチェックしてほしいかなと思います。なるほど。これはローリングス。ローリングスね、はい。はい。お値段いくらぐらいなんですか。3000円ぐらいです。3000円ぐらい、はい、おー。まあ普通の守備手より3、400円ぐらい高いかなみたいな。あ、なるほどなるほど、はい、でもこれでだいぶさ、あのプレーも変わってくると思うし。そうですね、はい。これが出てるっていうのはすごい。ちょっとあれじゃないですか、切ったのって思われるんですけど、そう、ちゃんとあのほつれにくい打ち縫いっていうかなってる。ああ、確かに確かに、はい、してある、ちゃんとしてある。なのでその簡単にほつれたりはしないと。これすごいな。はい、っていうので翔平さんが知らなかったであろう新野球ギアのクイズということで、7個の機能を持つセブンアメージンググローブのご紹介でした。はい、さらに面白いのあったら紹介します。ありがとうございます、はい、助かります。ありがとうございます。はい、というわけで本日コラボしてくれましたおいくんのチャンネルは動画概要欄に貼っておきますので、チェックよろしくお願いしま す。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。これいいぜ。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします。はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。
チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。